博多百貨店2号館撮影初日偶然にも同じポーズですけど緊張してるんだ。緊張してます絶対バレてる顔とかしますよ。なんか目があったらメンバーと。いや、こんなもん。え、サニーは？え、うちはもう変顔なんてしませんよ。デビュー最低ひどい顔。2号館決定しました。イエーイ。田中さん。はい。田中さんや。田中さんや。いや楽しみですね。私は2個目のバッジをゲットします。私はまだ1個ももらってないので。そうかそうか。私メンバッジ。そうですね、私はですね、東京の方の一人でも多くの人に私のことを知ってもらえるようにどんどんアピールしていきたいと思います。私はあの1号館ではこう結構 前にちょっと出れなかったので、こう自分でチャンスを見つけて、こう出れる時は前に出て、こういろんな方に知ってもらえるようになりたいと思います。そして推しメンバッジをもらいます。赤ちゃんみたいな顔してる。そんなこと言うな。何？上から。そうなんですよ。この小学校6年生なのに今日私に荷物持たせました。違うやん。持たせた。持ってって言ったやん。持ってもらったの。お願いしただけですよ。はい。2号館始まりますけど。はい。嬉しいです。コスタージェルも。やっとですね。最初、紹介しても。高見のはまあね、ミラクルが起きたんで選ばれましたけど、ちょっと2号館ミラクル起きるかな。ちょっと心配ですが、まあいろんなゲストの方、お客様が来てくれるので、まあ、いろいろ私も、まあ、後輩先輩関係なく学んでいければなと思いますので頑張ります。実際そこの上に座って近い近い近い2号館から初参加。はい、初参加の2期生です。どうでしょうか。ちょっと収録前で緊張してるんですけど、あの1号館に負けないくらい2号館を盛り上げていきたいなって思います。モノボケが面白いなと思って、で自分もできるかなって思ったんですけど、その1回1回の企画にあの積極的に取り組んでいきたいと思います。私ソワリーチ見たんですよ。バラエティ派の方に組み込まれたんですよ私。どういうことですか。あれ移動移動です。ちょっと部署移動です。部署移動させました。それ的にはそれは、自分的にはどうなの。嬉しいです。あ、嬉しい。はい、やっぱり博多百貨店はバラエティだから、バラエティ班ということはいいことなのかなと受け取って、やっぱりガヤ担当として2号館も頑張っていきたいと思います。やっとグループに組まれました。組み込まれました。じゃあネタとか作らない。ちょっと考えてますよ。メンバーモノマネ。メンバーモノマネ。メルの田島メルちゃん の全国握手会、レーンが私正面だったんですよ。だから覚えてるんですけど、その時の対応。3、2、1。うふ、あ、はい、あ、ありがとうございました。はい、うふ、以上です。マジで豚骨ラーメン食べたい。食べたいな。今日から2号館だって知らなかったんですけど、初回が1時間スペシャルなので、その30分の時よりもカットされる回数が少なくなると思うので、いろんな使われるようなコメントをして頑張ります。ですよね。もう本当嬉しくて嬉しくて、やっぱり私、まあ、バッジは大島優子さんにいただいているんですけども、やっぱりもっと欲しいんですよ、バッジが。
なのでやっぱりもう2号館ができて、私すごいもうちょっとやる気満々なので、もうここら辺がもうバッチで埋め尽くされるぐらいにちょっと頑張ろうかなと思ってますね。欲張りですね。もう本当にやる気満々なので2号館も楽しみたいと思います。2号館、いやでも普通本当に嬉しいです、ね、次は推しメンに選ばれるように頑張りたいです。そうだね、1号館の時、はい、選ばれなかったんで、はい、第1で選ばれなかったんです。残念だった。はい、残念でした。でもなんか企画ごとではすごい楽しめたから、それは嬉しかった。今日から2号館ですけど。はい、そうですね。ね、決まりましたね。2号館、嬉しいです。うん、1号館の時に、うん、こうやっぱりメンバーいっぱいいると、うん、どうしても前に出ることができなくて、自分の話をしたりするのが苦手だったので、うん、もっとそういう意識を持って、ぐいぐい行きます、今日。できるかな目標。すごい嬉しかったです。なんかあまり最初は緊張しすぎて何も発言できなかったので、2号館では大きな声を出して、うん、ほんとちっちゃな目標だけど大きな声を出して喋れるように頑張ります。なんか私まだ推しメンバッジもらってないんで、推しメンバッジもらえるように2号館で頑張りたいと思います。その最初の百貨店でなんかいろんなキャラとか立ち位置とかいろいろ分かってきたし、まあみんなもメンバー全員分かってきたと思うんで、だからそれを生かして今から頑張りたいと思います。そうですね、1号館も途中から出させてもらってすごく楽しくて、やっぱりでも指原さんとかゲストの方に助けてもらったり頼りすぎてしまってる部分もあったので、次の2号館は最後でもいいから最後は自分の力で何か結果を残せるように頑張りたいなと思います。はい、頑張ります。バイバイ。お願いします。はい、じゃあ箱が出現まで3、2、1、ボン。はい、OK、 いただきました。はい、はい、以上です。おお。ありがとうございます。前見て、まだ熊田さんもそっち、おしめマッチいいな。でも増やしたい、なんかここジャラジャラにしてみたい。あ誰か星座が空いてる。バラエティー班来たね、本当に。遺跡ワールド。ほら。どうか。ねえねえ、もう一回ヘリウムガスして。めっちゃ喉乾くんです。しょうがないですよ。ちょっとどけてもらう。うざい。もううざい、いちいちうざい。しょうがないです。うざい、いちいちうざい。じゃあ、お、癖になるうざいって言われました。最初言わなければ。タニちゃん。タニちゃん、はい、タニマスク着ていいよ。私もやるし、面白い、大丈夫、大丈夫。バンバン行きます。頑張ってみます。面白い、面白くない雰囲気にしてるけど、ちゃんと、あ、それは村重が面白くないです。頑張って。で、それを堂々とするのがね、ちょうど笑いに変わってこないから。面白いから大丈夫。チーム1。成績します。3。まだ、じゃダメだよ。びっきりの博多グルメ。見て、欲しいから。倒れますかな。まだ寝ちゃダメだよ。寝ないって言っちゃう。はい、行きます。はい、5秒前、4、3。次はこちら。第1回目の収録で行ったメンバーが選ぶ可愛い人ランキングで2位に選ばれた穴井は、前髪を切ったり眉毛を整えたり、やっぱりメイクさんを使ってそうってことなんだよね。これどこに行ったの。だって本当や、可愛い穴井ちゃん、本当に抱きしめたい。抱きしめてる人いやー
嬉しかった。嬉しいっていうか本当にって感じ。なんでだろう。可愛い幼女に囲まれて。あ、さくらも来た。拍手しまない。いや、個人的に葵とかコートタイプのさくらとかコートタイプが1位かなって思ってたから、それもあるからびっくりです。はい、じゃあ皆さん手に戻りましょう。私もさくらって書いたから1位に、だからびっくりです。逆にはい、頑張ります。キャップ好き、カラメ好き。イエーイやりきりましたか。やりきりましたけど、アドリブ難しいね。その行でやらないといけない、ね。なんだっけ、マジか。仲良しですね、みんなね。どうですか。緊張してます。もう緊張の。そうですか。その割になんかめっちゃアピールしてます、ね。いや、やっぱりちょっと自分をアピールしつつも緊張する。だからちょっともう神々でした。どうですか。いけてますか。どうですかね。でも楽しいです、ね。楽しいです。バラエティとかすごい出たかったんですよ。収録ではこんな姿も。最初、お帰りなさいませ。ご主人様って何か言われて、行ってらっしゃいませ、ご主人様。マジカメラ目線で笑顔ね。すごい、めちゃめちゃすごい。います、見えるかな。みんな久しぶりです。ピアノのコンクールとかでドレスを着てた。久しぶり。また。こんな長いの初めて。行きます。はい、これとかみんなすげえな。すごい、すごい、まず可愛いよ、めちゃくちゃ。マジ綺麗だし、可愛いよ、やばいよ。ディズニープリンセスみたい。ディズニープリンセスみたい。あー、いろいろだな、人生って。おみちゃんどれ好き。推しメンは、この日の推しメンは谷まりかちゃんです。まさかの推しメンにこだまは。呆然としないでさ。おめでとうございます。ありがとう。マジ泣き、マジ泣き。私で本当に良かったんでしょうかと緊張して。意外と控えめなんですね。そうなんです。どうすればいいでしょう。ああ、緊張。でも嬉しいです。はい、悩んだ末に選ばれたの で、ね、寿命が長くなりました。ありがとう。本当にどうですか。終わりましたけど1回目、うん、緊張しましたけど、うん、なんかもう最初は不安だったんですよ、うん、実際、あー大丈夫かなって。でもなんか、もうなんだろう、後悔はしてないので良かったです。あ、コスプレした気分ってどんな気分ですか。なんか、やらがやむけど、うん、やっぱそう、なんか自分じゃないみたいな。ありがとうございました。こういう格好をしたことなくて、人生で一回はしてみたいなって思ってたら、まさかできると思ってなかったので、びっくりしました。ね、私もミオだと思った。ミオだと思った。皆さん、濡らしい方もいました。アンナは、この回で、ロリータの格好をしてたら、選んで。マジか。収録、はい、いかがでしたでしょうか。楽しかったです。みんな可愛くて、なんかもう幸せでした。幸せなの。はい。可愛い女の子好きなの。可愛い、可愛い女の子と、腰の低い子が好きなんです。はい、HKT はもうドンピシャで私のツボにハマってます。すごい可愛いメイドさんも見れて、持って帰りたい。本当にみんな可愛いんですよ。目が純粋なのに。好きです。
岡は握手会でしか来ないです。だから、でここも劇場も出張公演で1回だけ、会場とあの駅とここしか来たことない。なるほどなるほど。食べ物、好きな食べ物とか何かありますか？明太子の皮が好き。皮が好きなんですか？中身じゃなくて中を全部出した皮が好きなんで皮が好きなんですか？ちょっとついてて、明太子が。あと、皮のあの歯触りが、食感が好きなんです。噛み切れそうで噛み切れない、 あの感じが好きです。変わってます。ありがとうございます。ありがとうございます。新たなメンバーも。あそこに今までなんかずっとテレビで見てたけど、まさか出れるとは思ってなくて、本当に嬉しくて、今日がすごく楽しみでした。宮脇さんとかこうたまに痛いこととかされてもあの無じゃないですか。でそれがすごいなと思って、ちょっとそれを参考にしたいなと思ってるんですよ。私はですね、あのグミがすごく大好きで、それも伝えたいんですけども、あのモノマネが大好きということでモノマネをじゃあここでやってもらいましょう。イエーイ。そうだよ、音楽あ、音楽の先生好きね、あんた大好き。じゃあ授業センターやって。じゃあ授業始めます。いくわよ。あー、ちょっと田中君止めてくれる？あ、ありがとう。ちょっとさ、岩花ちゃん、もうちょっと口開いてって言ったでしょ。しかも先生さっき言ったよね、頭から糸伸びてるように。ほら、はい、すいません。わかった？はい、すいません。という感じで、はい、一番小さいんですよ、うん、HKT の中で。だからそこで覚えてもらえればいいなと思ってます。田中さんと並んでみる。ごめん、気づかないやった。どれどれ。本当だ、こんな感じです。わ、ちっちゃでも私、こうすると後頭部が見えるんです。本当だ。でも普通に映ってる。でも私の方が年上なんです。あ、そうなんだ。1個上です。そうなんですよ。でもこの、うん、なんとも不思議な関係。本当。いつもロッカーの荷物取ってあげます。あの一番上でロッカーの、うん、届かないんです。岩花だから一番上の方なんですよ。うん、名前順で。だからなんかいつも背伸びしても奥は届かないらしくて、なんかいつも靴を取ってあげてます。なるほど。最近ガタガタなんですよね、道が。いやでもやっぱりバラエティの方向で頑張ります。こんなに可愛いのにバラエティなのもったいない。モデルでもいける絶対。今回のゲストは市川美織。今高3なんだっけ？ね、もう卒業して社会人2年目になります。え、2年目、はい、になるんだよね、次で。来年、あれです、20歳です。え、19歳はい、あいちゃんより上。そうです。あ、私どうする？あ、ここじゃ、ここじゃ。あ、マジか。しかもまだ中流おらんと何回やった。やっぱり。え、谷間いかわ。え、いい。なんかまたグイングイ。いつでも歌うまいよね。あいつマジグイグイなんですかね。おし、なんか恐るべし2期生。なんか一番2期生で恐れてるやつ。あの子昔親友だったの？昔親友。昔ね、昔。今は違うよね。昔親友やった。今は違うね。私に友達なんてカメラマン室くらいしか。噛むなよ、そこが。アップしてる。イエイ。じゃないですよ。ありがとうございます。ちなみにさ、大島さんのカンパチめっちゃちっちゃくない？なんか。え？顔がでかいから。違う。いや違う。顔が薄いから。違う。体がピチピチやからや。そうや。かわいい。ひどくないですか？そうや。そうや。人をけなしているだけ。今日それ髪飾りちっちゃくない？なんか。顔がでかいから。違う。なんでこここうやないと。違うよ。さあ、今回のお客様は AKB48 チーム B、 みおりんこと市川みおり様です。これでいいや。え？動かなくても切り合う。
こうか。ギリギリ。ギリギリ。セーフ。あ、当たった。あ、中尾順番。あ、順番まだ2キャップです。キャップ。かわいい。こっちのキャップかな。キャップです。キャップです。どういうことそれ。止まらない。魚だと思った。私も魚だと思った。あ、ほんとだ、やったミオリンさん、小顔になりたい。すごい描きたい。小顔になりたい。どうしたらそんな小顔に…やだだから並びたくない。どうやったらそんな小顔になるんですか。どうなったら…レモン食べる。レモンだね。レモン食べようかな。おばあちゃんおばあちゃんの場合はレモン。ミオリちゃん、あ、ね、ミオリちゃん、あ、いきます。はい、いらっしゃい。食べたい食べたい、どうしよう。丸めて食べたい。きつきつく、キュアリスケ。なんかさ、口ちっちゃくなった。顔がでかいから。いや、違う。顔が薄いから。いや、違う。顔がパンパンやから。いや、そうや。そう、三段落ちなんだ。マイケルさん、髪の毛パスタだよ、本当の自分見せて。食べた、大丈夫これ。病院行く。ちょっと。この回の歌がうまい人ランキングでは村重が1位に。村重1位にこういうところでなりました。やばい。もさ1位だったじゃん。うん、すごい。すごい。1位だったけど。村重。めっちゃ嬉しいんですけど。ね、本当にうまい。うまい。うまいよ。めっちゃうまい。私いつきゃみよりの HKT48 の推しメンは村重あんなちゃん。ざわついてます。本当にご来店ありがとうございました。ありがとうございました。2個目、嬉しいです。2個目盛れるなんて思わなかったからすごく嬉しいです。もともと本当に追って取れなかったんですよ。今大好きです。だが自信が持ってるようになってから好きです。ありがとうございました。頑張ります。毛利さんどうでした。いや、よかったよ。めっちゃ綺麗です。村重さんめっちゃ上手です。村重上手かったな。本当ですか。でも一回ちょっとひっくり返っちゃったけど。そうそう、まだまだ粗いんだけど、あれが声質がいいからいいよ。あ、寝る前に聞きたい。そうそう、聞いてて気持ちいい声なのかな。それってさ、練習してもならねえからさ、はい、持って生まれたもんだからすげえいいなって。あ、よかった、嬉しいです、うん、すごい楽しかったし、やっぱり私がやっぱ企画したことなので、すごい楽しみながら先輩方のファッションを見たり、市川さんから選んでいただいたので、もっと自信がつきました。そうですね、すごい楽しかったです。なんかなんかすごいやっぱり若いメンバーのこうなんか熱い思いとか、なんかすごいなんかフレッシュさがやっぱすごくて、なんか勢いがねありました。普段の村重さんとは全然違う、なんか新しい一面を見ることができたので、なんかそれがすごいびっくりして、なんか歌うまいんだってすごい初めて知ったのがすごい本当に衝撃的だったので、なんですかね、すごいなんか今日一番光ってたと思いますね。なので選ばせていただきました。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私何バリカって言うんですけど、覚えてください。おはようございます。おはようございます。
のですね、本当に応援をございます、よろしくお願いします、お願いします、やめてくださいよ乗るのがすごい。あ、何ですか。いや、私谷まりかの真似できるようになったんだけど。本当ですか。めっちゃいいと。谷まりかの私ですよね。てか、この間めっちゃ偉かったね、ガチガチの時。やったー、よくいけたなと思って。おはようございます。初はい、初めてです。ずっと出たいなって思ってて、しかも今日のゲストが松井純奈さんなのでとても嬉しいです。私もすごく出たかったから、今からすごく楽しみです。緊張するけど頑張ります。あ、初めてなんです私でも純奈さんに会えるってすごく嬉しいそう、ゆかちゃんね、純奈さん好きです。まだ話したことないんです。6歳も離れてるんですよ、ゆかちゃんと6歳差です。でもなんかみんなから本当は小学4年生でしょって言われる。わかんないです、なんで。幼いからです。見てください、このお顔。おでも嫌なんです、それが。なんで？この人本物だから。でも来年は中学生になるの？あ、いや今年だよ。あ、本当だ。今年中学1年生だよ。私今年社会人です。社会人だよ。見えない。バイバイ。こちら SK48 のエースであり AKB チームゲームのメンバー松井純奈様です。やったジュリナのことが好きなんだ、キヨシちゃんが。そうだね、好き。ありがとう。どんなとこが好きなの。可愛いし、かっこいいし、ダンスも元気ですごいなって思います。みかんに勝った。ちょっと今日は企画をさせていただくので、サッシーを乗っ取って、サッシーの役割を乗っ取ってやるので緊張してます。うまくできるか。あー、やばい。実は私もこれよくわかんないんですけど、夏の松岡の持ち込み企画なんです。そうなんです。じゃあ、あとはよろしく。はい。あの博多百貨店、あの1号館、2号館と続いているんですけども、じゃあまず1人目は、よいしょ、こちら。お、下野。お、下野。下野の。こちらのコーナーは本日の売れ残りセールとして放送されました。教室の壁を。担当した松岡は。持ち込みのしてます。うまくいかなかったので落ち込んでます。落ち込み夏司会やったんですけど初めてだったんで、なんかやっぱり私カンペ読んでただけなんですけど、でもサッシーとかやっぱり読んで進行してやっぱフォローもするじゃないですか。だからそのフォローが、今日は企画やったんですけど、その企画やった子たちのフォローができなかったので。そしてこの日の推しメンは森安まどかちゃん。初めてですね。初めてです。いや、すごい嬉しい、本当に。なんか、なんだろう、まあ、推しメンバッジ一つもらうっていうのが目標だったんで、食べに行こうか。すごい嬉しい。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日、その後ね、今日初めてだったんですけど、松井純奈さんがすごく可愛くて、でも推しメンに選ばれなかったので、次出れた時はバーアピールできるように頑張りたいです。若田部さんみたいになんか下に文字が出るような小屋を入れるようになりたいです。ありがとうございました。はい、じゃあ行きます。どうしよう、オープンから売り出しされてるのにまだ売れ残ってます。私ないです。どうしよう、どうしよう。もう次島田さんですよね。
またどんどんアピールしてお買い上げされるよう頑張ります。めっちゃ楽しかったです。なんか見てた時もすごい楽しかったんですけど、やっぱり実際出てみるともっと楽しいし、もっと好きになりますね、メンバーのことが。うん、多分もっとね、まだ2期生で新しい子がいっぱいいると思うので、まあ、それは見て勉強します、もっとこれから。きよしちゃんです。うんうん、12歳の小6っていうので、やっぱりなんかもう懐かしいっていうか、自分もその小6だったから、なんかもう、あ、頑張ってっていう感じで見てたので、もうなんかこれからももっともっとどんどん前に出てほしいなと思いました。初めてです。ひな壇も初めてです。はいはい、どうですか。でもうちょっとなんか静まってこう緊張感があるのかなって思ったんですけど、結構みんなこう和んでて安心してできそうだなって思いました。でも緊張します。 AKB メンバーさんとの初めてなので、ガヤをたくさん入れていこうと思います。村重杏奈さんたちより頑張ります。悪乗りしすぎず、でもすごくこう上の先輩たちも見させていただいて、こう4、3段目とかのひな壇の方でもこうやってガヤとかがすごくこう入れられるような、あの子よかったねってすごい言っていただけるようなガヤとか、ちょっと今から見学させていただいていろいろ勉強したいなと思います。よろしくお願いします。ご紹介させていただきます。今回から参加した新メンバー手を挙げて。はい、元気。まずはですね、岡田ちゃん。はい、岡パンさんっていうんだけど、はい、おかぱんです。おかぱんです。おかぱんです。フジテレビ系列の顔ですか。悩んだ結果、私、島田遥の HKT48 の推しメンは、夏みかんちゃんで。See you again. 売れ残りでございます。売れ残りでございます。売れないね。売れないっすね。なかなかどうしたらいいですかね。私はい、そうですね、やっぱりみんな元気でこう一緒に収録をしててすごいハキハキしてるので、発言も聞き取りやすいですし、こう話を振ってもちゃんと元気よく返してくれるんで、こうキャッチボールができてすごく嬉しかったです。2期生の子が結構喋る子が多かったので、これからこう先輩に負けじと3列目ですけど頑張ってこう頭角を現してくれたら、夏みかんに続いて私も嬉しいので、見てて気持ちよかったですね。すごく私も入ったばっかりの時はいてもこうなんていうんですかね、置物じゃないですけど喋れなくてこううじうじしてたんですけど、指原さんとかが振ってくださったりとかして喋れるようになったので、やっぱりこの先輩の助けも借りつつ、先輩に恩返しもしつつ成長してくれたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい。まさか島田さんに選んでもらえると思わなかったです。なんかやっぱ私進行役だったんですけど、コスプレした3人の中から選ばれるかなと思ってて、缶推しメンバッジもらってない子が選ばれるのかなと思ってたんですけど、まさか夏みかんっていう名前を読んでもらって、面白いねって言ってもらったので、もうすごい忘れません。これは嬉しいです。お願いします。未だ推しメンバッジをもらえていない児玉の表情は硬い。はい、チータンこっち向いて。どうですか。なんでかわいい。それだけかい。チータン好き。かわいい。ちはるです。ちはるです。ちはる、あお。いやー、あおたん。ね、あおたん、あおたん食べたい。
まだしたことまだないでしょ。何言うかちゃん。あやった。顔かじった。え、あおた。でもなおちゃんって呼ばれる。うーでしょ、う。かわいい。面白い。4、3、2。さあ、今週も博多百貨店2号館オープンです。イエーイ。今回のお客様はこの方、AKB48 チーム B のキャプテンであり、福岡出身の梅田彩香様です。どうしよう、梅ちゃん。そうです、正解はハルピです。この日も順調に収録が進む。そしてこの日の推しメンはこだまちゃんです。初ちゃん、やった、初だ、初だ、初だ。さあ理由は、でも独断と偏見でただただ可愛い。本当に可愛い。好き。はい、ありがとうございます。やっと推しメンバチもらいました。梅田さんか、イエーイ、おめでとう、おめでとう。やった、めっちゃ嬉しい。ギリギリじゃん。そう、ギリギリ。あと残り3回というところで、もう一個取れる。もう一個目指せ、もう一個、もう一個。いや、もう十分だけどね。何が良かったですかね、今日は。今日はやっぱり、やっぱお母さんがいい暴露、いい暴露してくれたっておかしいんですけど、すっごい、まあ、いい感じ、いい感じになったんで、はい、嬉しかったです、はい、でも自分からもちょっといっぱい話すようにして頑張りました、はいはい、じゃあお母さんには肩もみ、肩もみ券1枚プレゼント。なんだこれ。はい、ありがとうございます。みんな可愛かったです。可愛いし、キャピキャピしてるし、前前精神がなんかすごくて、あ、私ももっと頑張んなきゃいけないなっていう気持ちがすごい、なんか初心を戻せた感じです。今日個性とかもすごいできてるし、可愛いなって思いました。バラエティ担当がもうあんなに早くも何人もいることにもびっくり。3分の1いるやんと思って思いました。でももっともっと頑張ってほしいなって思います。メンバーのことをもっとよく知れたからね、よかったです。でもまだなんか難しいですね。初めて参加させていただいたので、いろいろ先輩からたくさん学ぶこともあって、次またこういう機会があれば活かせればいいなって思いました。楽しかったです。すごい。びっくりした。びっくりした。はい。びっくりした。ありがとうございます。いたずらっ子の落とし物。マジでいたずらっ子。あー、緊張します。もう緊張して、緊張します。セットに負けない華やかさを出したい。いいね、セットがすごいね、可愛い。偽物使うなや。なんか本物、なんかすごい、なんかテレビで見てたから、うん、頑張ろう。なんかもうほんと緊張して、なんか出てきそう。先輩たちすごいリラックスしてる。すごい、すごい。じゃあ村重さん、すごいよね、くつろぎ具合。村重さんです。貫禄が素晴らしい。なんかもうオーラを感じますね。そうです。慣れてる。頑張りましょう、うん、やってやろうぜ。そうですね、いっぱい喋りたいです。そうですね。いや、私たち AKB ビンゴとかに出演させてもらうと、やっぱサッシのガヤの音楽びっくりしたんですよ。だから私たちの勉強のためにも、ひなたんでしょ。やっぱみんなもサッシのガヤ見たよね、見たい、イエーイ。シミュレーション。それでは始めたいと思います。あ、サッシはどう、私の先は話して、それでは始めていきたいと思います。私たちの考えた企画は、乃木坂46の生駒さんに聞きたいと、聞きたいことを聞いちゃおう。イエーイ。なんと今夜はライバルグループからお迎えしました、乃木坂46の生駒里奈様です。どう、今日の生駒
ちゃん。かわいい。全部かわいい。違う？麦床はどういう感じ？麦床はなんか、振られたら喋る。ああね、自分で行くタイプじゃないんだ。そうね、緊張する麦床。麦床、あ、でも最近は大丈夫になってきた。あ、そうなんだ。多分もうちょっとしたら、みんながこっちを見てくれる。あー、なんか、あ、かわいい。みおちゃん好きなの？幸せここ。このポジション幸せです。楽だな、かわいい。いよいよ初の MC に挑戦する中西と宮脇。果たして。はい、じゃあ1、1、1、1にしてみよう。ナス。はい、あの質問というよりもお願いなんですけど、はい、生駒さん秋田県出身じゃないですか、はい、はい、あの方言をちょっとなんか教えてほしいなと。いいね。そう、教えてください。一番簡単な方言を教えます。でもね、今回の PV はドッキリ騙されたの。うち16人で騙されて、なんかこれ本当は PV ですって言われて、え、PV？ そう、PV じゃないって言われて撮ってたのが PV になったっていう。面白い。やばい。だからメイクも全てボロボロなのが表題曲の PV。 そういうドッキリもあります。チーズ。はい、じゃあもう一枚いきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。で、こっちもお願いします。いきます、食べます。3、2、はい、もう一回いきます。いきます、3、2、1。はい、で、いこま。すごい大人気じゃないですか。嬉しいですよ。でもなんかすごい選ばれてない子もいるから。でも嬉しいです。今日は勝因はどこですかね。泣いたところわかんない。でも、もう泣きたくなかったんですけど、泣いちゃった。死んでって言ってましたけど。ごめんなさい。だって怖かったんだもん。怖かったから、死んだら触れるかなと思って。動物だったら、あ、動物は無理だ。これからは、もっとオタ活していきたいと思います。はい、大丈夫だ、大丈夫だそうです。はい、おはようございます。おはようございます。来週収録。そうですね、早いですね。でも信じられないです。まだ収録続きそうな感じです。北原さんの回からすごい推しメンバッジもらったことによって自信がついたので、なんかボスキャラも東京の方とかイメージがすごいついてたらいいなとは思います。でもすごい自信になりました、推しメンバッジは。他の番組でも本当こう結構結果が出るようになりました。活躍して皆さんにこういい結果を見せれるように頑張るので、期待しててください。期待に応えれるように頑張ります。頑張ります。最後だ。最後だから。待ちしないと。緊張。頑張ります。お願いします。では最終回。はい。そうなんですよ。ショックですね。なんかいろいろ勉強になりました。声を大きく出さなきゃ聞こえないとか。少しは大きくなってるんですと思うんですけど、やっぱみんなに比べたらちっちゃいので大きく出せたいなって思います。おはようございます。おはよう、お願いします。おはようございます。おはようございます。おしめんバッジあります。ありましたね。はい、そして最後の収録が始まった。
はみ出なっちゃったよ。もともとあんつかったけれど。どうだった？めっちゃ緊張しました。でも楽しかった。楽しかった。今度2人で歌おう。歌いたいです、2人で。なんか2人で。なんか歌おう。でも、涙。でも、でも、の涙。そうなんです。でもこれ最近自分で気づいたんです。これ言われて気づいたんですけど、最初気づかなかったです、はって。マジで？なんだ、ピエロって思ってました、ずっと。で、なんで歯なのって言われて、え、これ歯なのって思いました。これも私物なんです。そうなんだ。そうです、現在。でも全然綺麗ですね。そうです、めっちゃ貴重面なので、はい、大事に使って。そうなんだ。でもサイズがタッカーすごいあるやろ。マックスまで広げてるんですけど、なんかもうこれ以上は もうすぐ卒業なので。はい、ママさんちょっと状況を見てもらって。防犯ブザーとやるです。やっぱそこは小学生の小学生ですよね。いや、もうちょっと上げた方が。私は星神先輩。先輩だから、ね、あ、ダメだよ。もっとこれどうですか？もっと曲げなはれ。もっと曲げなはれや。これどうですか？すぐ聞こえましたね。あ、おいたん、もっと曲げなさいやな。いやー、曲げてね。それで行きなさい。やべ、2人がなんか聞こえせてくれます。これ一度は買ってみたいわ。じゃあいい経験や。首が締まります。首が締まる。ツタンカーメンです。初めてこんな格好した。でもなんかこう中途半端な。そうなんですよ。予算を抑えたツタンカーメン。天使とか可愛かったな。可愛いですよ。本当ですか。素足にクロックス。あ、本当だ。本なんですね。分かりました。どうしよう、これ変な恋のしない。呼ばれるか悪いな。買えばいいんですね。超悪い。嫌なんですよ、本当はこうやってやられてるの。全然尊敬してないもん。全然仲いいなんて思ってないから。からのアナイチヒロちゃん。なんで100点じゃないですか。100点です。いつかも自分を見てるようで。あ、そっか。そうだから頑張って、もうキャプテンがしっかりしないとみんなダメになっちゃうから。だから頑張ってっていう意味を表して。推し斉藤もみの。そして最後の推しメンバッジは誰の手に。なおちゃんです。なんかもうみんな、なんかいろんなメンバーから出たメンバーから聞いてたんですけど、こうみんな本当に前に精神が強くて一生懸命こうアピールしてくれたので本当に迷いましたね。迷ったけど、まあ、最後はなおちゃんに決めたんですけど、本当にみんな一生懸命頑張ってくれたので、みんなにバッチあげたいなと思ったぐらいですね。もう何回か結構もうやっぱ AKB VSHKT っていうのでよく戦うんですけど、大体 AKB が勝つんですけど、やっぱりそういう前に出る大切さとか、あと面白さとかっていう面では全然負けてるんですよ。だからやっぱり本当に毎回なんか
尊敬というかすごいなって本当に感心させられるので、もう今日は皆さんにたくさん学ぶことがあって本当にありがとうございました。いやすごいと思いました。最初私たちが多分冠番組をもらったのは AK ビンゴだったと思うんですけど、最初はもう無茶振りとかされただけでできないって言って泣いたりとか、もうあんなはっきりとこう、まあ、カンペ見て喋ったりとか台本覚えたりとかできなかったし、もうどうしたらいいか分かんないから話振られたらもうとりあえず焦っちゃうし泣いちゃうしっていうので、結構一発芸なんてもう全然できなかったので、あの一人で歌ってる子とかもいましたけど、いや本当みんなしっかりしてるなと思って、小学生の子もいるって聞いて、いや本当にやっぱり全然私たちの時とは違うなと思いましたね。みんなしっかりしてるし、もうあとは任せたっていう感じですかね。私はもう本当にたくさんの先輩がいたし、まあ、AKB の私の入った時期とやっぱ HKT とチームっていうか、そのものを作り上げていくっていう精神だと全然意識が多分違うと思うんですよ。私たちは多分先輩たちにとりあえずついてってっていうのがあったので、そういう面ではなんかこう見たことない感じのなんか努力とかが見えて、すごいなんかあ HKT これからすごいことになっていくんだろうなって思いました。ありがとうございました。大場みなるさん。ギターできる。ギター。まあでも練習したのはちょっと練習した分は発揮できなかったのがちょっと。家でもっとできてた。もう今弾きすぎて練習すぎてここが痛いんですよ今。何もまだ。硬くなってないんですけど、初めてギターでここが痛くなったから、そんだけしたのにできなかった、悔しい。お寿司大好き、一番ウニが好き。ウニが大好き。いや一年取りましたね。はい、びっくりしました。なんかもらえないんじゃないかなってちょっと思ってたから嬉しかったです。最後の最後で名前を呼ばれてすごい本当嬉しかったです。めっちゃもっとぐいぐいいけるようにならなきゃいけないなと改めて自分で思ったので、自分の個性キャラをもっと見つけ出してそれをどんどん前に出していけたらいいなって思います。はい、ありがとうございました。お寿司今日は食べるぞ。イエーイ。もうなんかグースに行った。よかったね、本当おめでとう。そう、今日は初めて選ばれた日。そう、最初で最後。最終回、最初で最後。すごいよ。でもこれもでもナオのおかげじゃないの、みんなのおかげ。違う、知ってる。なんかさ、うちらも嬉しかったよね。ね、本当すごい。いや、笠井さんがね、そんな言われたらめっちゃ嬉しい。 AKB48 のおしめまでナオチの方をちょろって見たじゃん。ナオ絶対ないと思ってからもう気抜け取ったの。ちょっと見て、なおちゃんですってなって口開くやん。でも植木から始まると思ったっちゃ私、うん、なって思ったけど、なおちゃんっていう話です。お手を拝借。よっ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 で、博多博多で全てのロケが、全ての収録が終了いたしましたが、はい、ありがとうございます。あー、美味しい。ありがとうございます。いやいやいや、もう終わっちゃうんですね。終わっちゃうね。やだな、寂しいです。めっちゃ寂しい。なんか博多百貨店の影響力がすごくて、なんか百貨店見て好きになったよって言ってくれる方が多いんですよ。だからこれなくなっちゃうと私どうしていいのかわからない。もうでもそのぐらいもういい思い出というか、すごいありがたい番組でしたね。そうですね、でも今日もちょっと悔しい部分もあったんで、それをまた別の機会に活かせるように頑張りたいと思います。はい、頑張ります。ありがとうございます。3回やる。この枠で2人で番組元番組元
葵ちゃんとラブちゃんの博多百貨店博多博多博多ニュース博多なんだろうな博多博多コンビニみたいな博多のちっちゃいバーみたいな博多博多スーパースーパーいいです博多スーパー今日の特売品はこちらですキムチ値下げ商品値下げ商品タイムセールはこちらダイエみたいに木曜の位置とかするピヨンブーメランで開けちゃダメですね大丈夫ピョンとは出てけへんこっちの方に引っ張ってでそれからこれも3つくらい食べたんですタイムゲーム。なんだ。死にたい。ねこれまだ食べきらんの？今絶対触れたよ。性格変な顔してるが私。食べてもらえますか？かわいい。ああもうこういう壁もなくなっちゃうんだ。いやいやいやもう私がほら来んな。まあ何なんだよ。まあ何なんだよ。終わりましたね。まあ明日公演だから練習しろよ。そうですか。そうなんですよ。明日から先輩たちの公演出させてもらう。これ疲れたんですよ。ああ緊張してます。本当緊張癖がすごいので。でも私の尺。あ、うまっ。やった、ありがとう、マリカ。じゃあ、マリカ、最後にヘリウム声なんかやってよ。あ、いいですよ。いいですか？マリカ、エニュー。でも、ディッシー、ちょっと、緊張してください。エニュー、キャッチマン。エニュー、キャッチマン。キャッチマン、楽しかった。あ、ビジュアル映ってる。やめろ、やめろ、マリカ。いや、百貨店を通して、立つことを覚えました。ひな壇から。あれ、楽しくないですよ。AKB とか出させていただいたときに、はい、HKT とかにバッと立つんですよそうですでも楽しかったですありがとう、はい、博多百貨店ありがとうございましたあと2号館2号館博多百貨店も博多百貨店も2号館もありがとうございました感謝してますありがとうございましたねえ、支援物欲しかった私も欲しかった2個もらったいいな兄弟かわいいよはい、じゃあ行きましょう。行きまーす。はい、チーズ。もう一枚。はい。ラスト。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。